式劇場、夏は、東京都品川区広町にあった劇場。2009年5月まで、ミュージカルキャッツを興行していた東京都品川区、東五反田のキャッツシアターの閉鎖が決定された後、全国で10番目の式専用劇場を、大井町駅前の品川区所有地に建設することが、決まった。建設費は20億円。完成は2010年春で、落とし公演は、 同年7月11日開幕の美女と野獣で閉館公演はライオンキング。2013年4月開幕のリトルマーメイドより劇場名が積水ハウスミュージカルシアター式劇場夏となった。2017年7月ライオンキング上演。2018年8月に新しいキャッツシアターが隣接され、同地でもキャッツが上演されている。 大井町地区の再開発に伴い、2021年6月12日に閉館した。ライオンキングは引き続き、有明地区に有明式劇場で、同年9月より続演される。AB、来春、劇団式が、大井町に新劇場開設区あり地り受け20億円で建設。品川経済新聞。 https:// 品川 .keizai.biz ヘッドラインスラッシュ609スラッシュ2021年6月14日閲覧。ABCD 大井町の式劇場夏が閉館ロングラン作品ライオンキングは9月から有明品川経済新聞 https:// 品川 .keizai.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ3808スラッシュ2021年6月14日閲覧。ライオンキングは新たな地で、さらなるロングランへ、2021年、新たな式専用劇場有明式劇場誕生、同年2月、東京、大井町にて、ノートルダムの鐘上演決定、キャッツはファイナルへ、 劇団四季。2019年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月3日閲覧。2021年上演ラインナップ。2021年1月1日閲覧。ありがとうございます。